さあ今回はスカイジャックドでのチームデスマッチ、新マップが続きますね。エクソダスがなんか復活してるみたいなんでやりたかったんですけど、なかなか回っては来ないみたいで、ちょっと待って、ここはさすがにルーカス行こう。 You're mistaken. I am. 結構狭めなマップなんでね、縦に長いだけであってあんまり見晴らしが良かったりはしないんで。あれ、後ろに回り込まれてるっていうか、右の小部屋が突破、どけ、右の小部屋が突破されてるのかな。よいしょ、あれ、今の当たらないのはちょっと審査が必要って。Drop them. いないか。うお、あいつすげえなてっきりそのまま壁降りるのかと思ったら、壁飛び越えてこっち側来やがったぞ。あれどこ行った。いるね。What the fuck。 あれは取られちゃったよ、敵来てねえか。あれ、味方がセンターいるからてっきり倒してんのかと。いや無理だろあれは。やっぱさ、この撃った後のこの硬直厳しいよな。撃った後の硬直のせいでなんかワンチャンテンポが遅れるっていうか。はいお疲れ。あれ、はいお疲れ。感度下げたいな。城から湧いてんのは知ってんだよ。外すんだけど外すんだけどさ、はっ、もうやだ、あのショットガン。まあ今の普通にアサルトライフルでも負けてるシーンなんだけど、それでもあれにやられたら俺はイラつくっていう個人的なあれですね。ビオツでいう、ビオツでいうレミントンにやられたら、レミントンじゃねえわ、レミントンもそうだけど、くそ、あそこのポジでエルサットにやられたらすげえ、んだよこいつエルサットにやられたらすげえイラつくのと一緒な原理で、BO3 ではあのショットガンにやられるとイラつくっていう。まあはあ、ああいう理不尽な、あれ、そう、ドラッグの感覚はいまだにつかめねえっていう。もっと感度下げなきゃダメかな、多分行き過ぎてるんだと思うんだよね、ドラッグが。いない、あれ、いない。わけや。うわー、マジ？もうちょい借りたかったんだけど。よいしょ、しかもこっち側に湧くんかーい。ケアパケ出しとこうか。こっち側に湧くんかいっつって。さあおいで、今回は何が出るかな。また強化セントリーとか出てくれたら個人的には嬉しいんだけど。何これ、ガーディアン出た。 BO2 の BO2 の産物、 BO2 が生み出した凶悪なガーディアンってね、ほんとドミネとかするにあたってマジでいらねえ。怖えな、ここな、ナイス、いいね。え、なんか詰まったなと思ったらいたのかーい。どうしよう、リス固めようかな、一方向に固めてもいいんだけど、なんかちょっとねって感じ。よいしょ、変な置き方しちゃった、ちょっと斜めになっちゃった。なんだ、さてと、あ、なんかかかってる、かかってる。あれ、しくったしくった、あぶねえ。いない、あれ、味方湧いてる、謎っすね。しかも
ガーディアンがさ、この家の中のやつに若干引っかかってんのが面白いんだけど。あ、待って。くっそ、ぴょんぴょんゲーミングは。いやいやいや、怖い怖い怖い、それは怖いって。強アナイアレーター、やっぱこれ最強だわ。ガーディアンじゃない、グラビティスパイクも相当強いけど、アナイアレーターもやばいよなっていう。さあまた来ましたよ。よいしょ。ちょっとここで敵湧かないようにしてええか。来ないよな、さすがに。さすがにクソリスと言ってもここには来ないよな。何これ。おお、ライトニングストライクオンライン。よいしょ。ステンバイ。ステンバイ、ステンバイ。ライトニングストライク、ステンバイ。オッケー。上か。上把握。怖すぎ、怖すぎ。あのシャッカー。はいはい、こんなとこかな。まあどこ落としても一緒でしょう、今作のライトニングストライクは。一人切るだけ、キルできただけでも。あ、味方か、ビビるわ、やめろ。あれ何あのさ、2階のなんかベッドの上にあるセントリーもどき、あれめっちゃセントリーに見えるんだよね。来いよ。上でうろちょろしてんの知ってんだよな。味方がすげえ、あの虫くん撃ってるから。あ、かかって引っかかってんじゃないか、虫くん。え、まだ引っかかってる。そんなこと。え、あ、上か、上で引っかかってんのか。来てるな。うーわ、足音聞こえたから反応したけど、やっぱぴょんぴょんゲーミングはダメだな。全く当たる気がせんわ。あれ当たんねえんだよくそ。ああいう時ありますよね。感度もう一個下げようかな。今ね、10でやってたの、なんで10でやってたのをね、8にまで下げたんですけど、感度いくつですかってよく聞かれるんで。もう感度とか多分人の参考にするより自分で見つけてください、そういうのは。多分人の感度を真似してもあんまり意味ないかなと思うんで。何、いるんじゃないの、ここいるよね。え、どこだ、あれ消えた。さあ透明になるやつ使ったんか、あれ。来るな。うお、ビビったうお、ビビった。スパイダーマンみたいな動きするか、ビビるわ。クソ面白かったしびっくりした。最後これかよ。右のやつすごいな、ハスコロみたいなハスコロみたいな頭してんだけど。というわけで今回はスカイジャックドでのチームデスマッチでした。お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。